授業始まってるよ。なんとか放課後までにあの女と1対1で話す必要がある。あれ、あの女名前なんだっけ。うちのクラスじゃないよな。あ、一緒にいた大きい方がいた。めちゃくちゃこっち見てる。半田君、君が書道家やってんのは知ってるけど、ここまでやばい。なんか知らんが先生が怒ってる。あの問題解いてみろ。はあ、なんだよ、みんなニヤニヤしやがって。俺が間違えるのを期待してるな。だが残念ながら数学は得意なんだよ。そう、あ、ハンダ君、わかった。書道の邪魔してごめん。こうなってしまうと辞退するのは敗北を意味する。それにしても相沢ってやつ、お前も苦労してんだな。哀れみの目だと。まさかあいつもう自分が勝つと思っているのか。開票します。相沢くん、いや、半田くん、相沢くん、半田くん、相沢くん、しゃあ、相沢くん、しゃあ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 、なんだこの高揚感。味わったことのない緊張感。一票一票が僕の心に突き刺さる。言葉にできないほどの感謝とその重み。何より隣にはカリスマが同じように手に汗を握っているという一体感。これが選ばれるということ。この辺で半田さんを待ち伏せすればいいのか。ん、あれ半田じゃないか。さっきまで教室にいたのに。ダメだよ、初対面で人を殴っちゃ。すまん、酢豚にパイン入ってるみたいな異物感につい。最終的に一宮君が白も灰も抑えればいいんでしょ。半田の取り巻きをこっちに引き込むより半田一人を追い出す方が簡単じゃない。なんだお前その目、怖っ。え、何これ、私の頭が悪すぎるの。いや、どう見ても女子高生には読めないでしょ。いや、意地でも読む。半田君からの手紙、どんな内容くらいかは。うん、この字す、き、ダメかじゃねえ。は、まさかあの半田君から私にラブレターなんて。でも、そう思うと顔、体、愛手字が書かれてるような。懇願の手紙は届いているだろうか。不安だ。誰だ甘い子が。でも友人 A の方はどう見てもおかしくなってるし、半田君、放課後の呼び出しなんて時間の無駄。ひどい。半田君やっぱ容赦ねえ。この生徒会長の名のもとに。半田聖。1年の時からマークしていたが、今年とうとう頭角を現してきたか。私の敵男、取り巻きも2年の注目株揃い、軍隊でも作ろうというのか。今女子が男子の制服着てなかったか。気のせいか。ああ、それよりさっきから人の気配がするんだが。まあ、いっか。お弁当持ってきた。あ、弁当ね、持ってきてるよ。わあ、かわいいお弁当。豚に真珠だね。ん、なんかこの子さらっとひどいこと言ったぞ。かわいい。あ、私の夜遊び弁人おにぎり。いつもありがとう。チュリちゃんは私のお母さんだね。あ、うん。なんだこの女、めちゃくちゃムカつくぞ。わあ、力持ちだね。思い起こせば、今まで舞子とつるんで楽しかった記憶なんて一つもない。なあ舞子、私らってなんで親友なんだろうな。ん、何急に。舞子ならもっと可愛い子たちと仲良くなれるだろう。やだ、そんなこと考えてたの。ジュリちゃん、ジュリちゃんの隣が一番安心できるんだよ。舞子、私より可愛い子といて引き立て役にされるの嫌なんだもん。この女にだけは半田君を渡すな。口で言うのは緊張するから手紙書きました。受け取ってください。
滑った。やだな、びっくりした。ジュリちゃん筋肉質なんだから当たっただけで骨折しちゃうよ。改めて受け取ってください。また滑った。ちょっとジュリちゃん、ハンダくん、これ。滑った。ちょっと一気に滑った。ハンダくん、ハンダって、やめてよジュリちゃん。今日はよく滑るわ。滑ってない、これ滑ったレベルじゃないよ。二人のために問題をまとめたノートを作ってきたよ。ほら。おお、頼りになるぜ相沢。でも今さら普通に勉強してもな。これは半田革命と同じくらい大切な革命は、徳川十五代将軍は半田ではなく半田の数を求めなさい。書道家といえば半田ですが、織田信長といえば天才か。天才かどうかはさておき、想像力は豊かだ。なぜこんなことに。これより我ら生徒会は学校の秩序風紀を乱す君に罰を執行する。ちょっと待て、何言ってんだこの女。半田くん、何かした。何もしてねえよ。半田はクラスをまとめる委員長でありながら、ところ構わず女子を誘惑するフラチモノ。よって罰として1年間女子の制服で生活してもらう。制服とは外側から人を変える。え？お前はこれを身につけ、え？荒々しいオスの牙を丸く改めるのだ。やばい、言ってる意味がわからない。半田君、おとなしく罰を受けるんだ。すでに被害者が。これを着ると肌ツヤが良くなるぞ。女性ホルモンが出るのかな。いいことだらけさ。ダメだこいつ、完全にあるべき姿を失ってる。さあ、私が着方を教えてやろう。とうとう学校ぐるみで嫌がらせが始まった。スカートのチャックは一度前で締めて横にずらすんだ。やばいだろ、女子の制服なんか着せられたら。もじ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 。それはねえわ、学校中の笑い者だ。よし、剥がれ締めだぞ。しっかり捕まえろ委員長。どうにかしろ。きっと似合うよ。マジか、この裏切り者。やば、遅刻しちゃった。いや、子猫ちゃん、女の子ってこうされるのが好きなんだろ。壁ドンって言うんだろ、ネットで見たよ。本田君、右手もダンしちゃよ。右手ダンだこりゃ。さあ次は何ドンするかな。ほーら、右足ドンだ、すごいだろ。こんな半田くんにしかできないぞ。重力なんかクソくらいさ。いや、また変な偽物が出てるよ。半田くんも大変だな。記憶喪失？昨日僕が病院に連れて行ったから間違いないよ。まだここだけの話だけど、そんな漫画みたいな。それは治るのか？医者は 2,3 日で自然に回復するかもしれないし。ほっ、キキン。いやー、おはよう。僕がいなくて不安だった。心配ご無用、今日からエブリデイ一緒に勉学。一生このままかもしれないと。一生。僕は嫌だよ、半田君がナンパ毒魔崩れみたいになるのは。あ、いたのか偽半田。毒魔崩れって俺のこと言ってる？半田君は威厳があり格式高い存在じゃないと。なんかラメで凝った記憶取り出したよ。よく見ると半田君が手をするであろうキラキラグッズがどこの毒も崩れだよ。だからそれ俺のことだろ。あ、もうダメだ、これ以上は僕の花火が耐えられない。お、勝手に騒いで勝手に帰るな。ん、なんか急にカリカリ言い出したぞ。普段筆ばかり使ってるから加減がわからないのか。すげえカリカリだ。こんな癖があったなんて今まで気づかなかった。とんでもなくレアな気がする。今この瞬間からカリカリが僕のトレンドになったよ。俺もやってみよう。問題の答えはよくわからんが、不思議とペンが進む。この音を立てたいがために。さすがスピードハンダ、ペンの音でみんなを煽ってやがる。今教室は一体となり、ハンダと共に戦っている。
なんか今日はやたらうるさいな。ん？ここはやはりペナルティですね。まずい！隠れて！あれ？ハンダ君？おお、セーフセーフセーフ。腕が。ちょっと君、何してんの？アウトだった！すみません、品物を落としちゃって、隙間に。しょうがねえな。おい、せーの、せい！気をつけなよ。ありがとうございます。おやおや、白子の皆さん、お揃いで。何ですか、買い物ですか？いや、お前何やってんだよ。それハンダだろ。ハンダくん？え、どこに？あ、本当だ、ハンダくんだ。バクです。おかしいと思ったぜ。あっちが本物か。そう、あー、黒子よ、不良よ、血も涙もない不良よ。くそ、思ってたより腰抜けばっかだな。ハンダの居場所聞いただけでギャー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 逃げやがって。あ、いたぜ、ハンダだ。バクディ、ハンダじゃない。お約束みたいな面しやがって、イラつくわ。ハンダだ！ハンダがたくさん現れたぞ！顔もハンダだ！マスクしてる？見たか、僕のメイク技術。こうしてハンダは増殖し、やがて世界を覆い尽くす！なぜ、やった本人が一番似てないんだ？